この動画では、早動の定義や向き合い方について、じっくりお話ししていきます。ちょっと長いのですが、最後まで聞くことで、解決にぐぐっと近づけると思います。何か作業をしながらでも全然いいので、ぜひ最後まで聞いてください。早動の定義をパッと正確に言える方っていらっしゃいますか実はわっちも言えません。一応さらっと調べると、 ま、挿入1分以内に射精するとか、あとは不十分なご起律状態で挿入前、挿入後15秒以内に射精しちゃうとか、あとは成功の際のピストン運動が10回以内で射精してしまうこととか、えー、あとは挿入していられるのが2分以内で、これが過去6ヶ月以上の間に、えー、成功の50%以上で発生する場合、あとはパートナーが希望する挿入時間に満たない場合と、 いろいろ出てくるんですよ。これ、どの学会で発表されたかとかによって全然バラバラなんですね。おそらく、騒動で辛いとおっしゃってる方の中で、この世に出ている定義、全部言えますっていう方、ほとんどいないと思うんですよね。まあ、なんならこんな諸説あるって知らない方の方が多いんじゃないかなって思うんですよ。でも、騒動で悩んでるって声、めっちゃ めちゃよく聞きませんこれめちゃくちゃ不思議じゃないですかえー、ぜひエロに限らずですね、悩みにぶつかった時にやってみてほしいんですけれども、あの、具体的に何が嫌で悩んでるのかっていうのを考えてみてほしいです。反対にやらないでほしいのが、ネットで調べて一番最初に出てきたものだけを信じて、それに当てはまらないことは真実じゃないって思うことです。これぜひやらないでほしいなとわっちが個人的に思うことです。 でもね、やってる人多いんじゃないかなぁ。ワッチがね、もともとそうだったんですよ。あの、仕首は、ピンクじゃないとみたいなコメントを見て、あの、ちょっとね、茶色めな自分はやばいんじゃないかなぁとか、これじゃ嫌われちゃうぞと、ピンクにしなきゃ、そういうクリームあるかなぁ、探そうつってね、あの、一生懸命探してね、でも見つかったはいいんだけど、なんか怪しい商品だなぁとか、高すぎるなぁとか、うわぁ、もうどうしたらいいかわかんないようわぁって。 なったりとかしてました。これと同じで、えー、何分以内に出ちゃうのは騒動なのやば嫌われるかもって思ってる方は多いんじゃないかなと。これ例なので現実的じゃないかもしれないんですけれども、あの、そもそも1分以内って書いてあるのと15秒以内って書いてあるのがあったりするわけじゃないですか。 でこれ、最初に見たものだけを信じる方式だと、例えば15秒で写生する方が、1分って文字を見るか、15秒って文字を見るかで、あのー、その順序によって人生変わっちゃうんですよね。だから、ネットで見たものだけですぐ判断するんじゃなくて、ぜひご自身でもね、いろいろ考えてみてほしいんですよ。 で、ちなみにワッチが思う早漏の定義は、相手が求める時間よりも早く射精した状態っていうのが、まあ早漏なんじゃないかなと個人的には思っておりました。例えば1分で射精したとしても、相手がこう1分の挿入、向こ入りで満足するぞっていうんだったら、 それって何も問題ないと思うんですよね。求める時間って、マジで人によって違うんですよ。あと、いつも言ってるみたいに、その日の気分とか体調によっても変わってきますね。で、さらに皆さんに一緒に考えてほしいのが、早動は悪なのかということなんですよ。わっちの著書の中でも、泌尿機械の岩室信也先生がね、あの、年をとってもエチチを楽しみたいなら、早動の方がいいと思う。 おっしゃってるんですよ。おそらく、ウ労を改善したいと思ってらっしゃる方が具体的に悩んでるのって、パートナーに嫌われたら嫌だなーって、とこだと思うんですけれども、世の中には挿入をそんなに重要視しない方もいらっしゃいますし、あと、今日はそんなに入れなくてもいいやって思う日がある方もいます。わっちは、あの、性的な快感を得るんだったら、もう、自分でご自愛すればいいやって思ってるんで、 対人戦ではあんまこう直接的にどうなりたいとか、あの、挿入された状態でありがとうございましたーって。 ならないと満足しないってことはあんまりないんですね。まあ、そりゃ時には人からの刺激で達したいって思うことはあるんですけど、それはまあ挿入だけじゃなくてね、あのお豆ちゃんをこう、外側から手とか口で刺激してくれるやり方でも全然いいし、むしろそっちの方がありがとうござりやすいから助かるとさえ思うぐらいで、どうしてもね、なんかへの刺激が欲しいぞっていう時はまあ、 あの、自分が気に入ってるおもちゃとかぶっ刺してくれればね、もうそれで全然 <laughs>、あの、同じような快感は得られるので、こういう人たちにとっては別に射精は何分でしようと、正直何も問題がないんですよね。もちろんそうじゃなくて、いっぱいついてほしいとか、1時間丸々挿入で肉弾戦を楽しみたいっていう方もいると思うんですよ、女性でも。 でも、その期待に応えられないっていうのは、もう、その、相性のうちの一つだと思うんですよね。どちらかが無理をする必要、我慢する必要はなくて、それが一番大事なことなら、他の会うパートナーを探せばいいし、エチジの相性が悪くても、それを遥かに超える魅力がお互いにあるなら、お付き合いを、まあ、二つの意味でし続ければいいしってことだと思うんですよね。あとは、自分自身が、その男性自身が、 長い時間、性的な快感を得たいっていうのも、まあ、その、早ロを改善したい理由としてあると思うんですけれども、それも結局、身長180センチになりたいっていう人が、全員180センチになれるわけじゃない、じゃないですか。それと同じだと思うので、結果を変えるっていうよりも、与えられた条件の中で、何をどうやって楽しむかを研究していった方が、より楽しい人生になると、わっちは思うんですよね。それでも、やっ、 やっぱりソウルが気になるという方のために、まあ、別の動画も作りました。えー、ソウルを活かしてより良いエチチをする具体的な方法については、まあ、続きの動画でご紹介します。視聴方法は概要欄とコメントに貼っておきますので、そちらをご覧ください。こちらの YouTube チャンネルは広告がつかないため、完全ボランティアでお送りしております。活動継続のために、ぜひぜひ著書の購入などご支援よろしくお願いいたします。それじゃあまたねー。